群馬の由美子です。こんにちは。今日は2021年1月27日水曜日です。私は副島孝彦の学問道場というサイトで、勉強しています。副島先生の本を読んだり、記事を読んだり、かの有名な重たい掲示板の記事を読んだり、自分でも時々投稿しています。今はアメリカ大統領選挙2020、トランプさん対バイデンさん、これが大変に盛り上がっておりまして、私も毎日フォローして楽しんでおります。それでこの盛り上がりは何だろうかと考えましたら、私はスピリチュアル本も大好きなんですけども、この本をご紹介したい。ガイアの法則1、千賀一樹先生、日本中枢135度文明への超転換。これはですね、最初2010年ぐらいに出た、もう結構10年以上経つ本なんですけども、地球の周期というのがいろいろあって、その大きい周期と小さい周期が1995年に重なったっていうことなんです。で、大きい周期は6444年、で小さい周期は1600年です。でこの1600年の内訳というのは、東回り800年、西回り800年と交互に反映していくんですね。で、一番最近のが東経0度、イギリス、グリニッジ天文台が0度ですよね。イギリスから始まった、欧米白人っていうんですかね。その、イギリス帝国、大英帝国とかね、でアメリカまで行ってというような、大きく繁栄した白人さんの文明が、400年かけて盛り上がって、400年かけてだんだん衰退して、もう終わったわけですね、1994年でね。その周期と6444年の周期っていうのは何かというと、シュメール文明から始まった男性的な不正的な、社会 で1995年から今度は女性的な母性的な社会が始まったということです。でこれはその、ずっとね、そういう世の中が大きく変わるんだなんていう話はスピリチュアル系の人ならみんな聞いてたと思うんですけども、なかなかその目に見える変化というのがなくて、私が生きているうちにはないのかなって諦めてたんですけど、この度トランプさんがぐいぐいやってくれまして、本当に面白くなってきました。これは皆さんを、世界中の人を目覚めさせる、そういうための選挙なんだと思います。で、それには能動的であるということが大事ならしいんですよ。受け身ではいけない、自分から積極的に行動したり、考え方も自分でこういうふうに考えようと自分で作っていくんですね。ただなんとなくその気分で流されちゃうんじゃなくて。そういうわけで、私も今回ちょっと恥ずかしいんですけれど、 YouTube に動画を初めて上げてみました。これが能動的な行動です。では最後にマドモアゼル愛先生の真似をして賛美歌を歌いたいと思います。